ルンド大学植物園は、スウェーデンのルンド市にある植物園である。8ヘクタールの土地に7000種の植物が栽培されており、うち200種は9種の気候条件を再現している、温室で栽培されている。ルンド大学が運営し、無料で公開されている。1666年に創立されたルンド大学には、 1690年代から植物園が存在した。ルンド公園近くの現在はルンド大学の主要な建物がある場所に設けられていたが貧弱なものだった。1746年に有名な建築家だったカール・ホーレマンがオランジェリーを持つ新しい植物園の計画を作成した。同じ頃、大学の規模は大きくなり、学生数が増え、 19世紀半ばに植物園のルンド市郊外のトルネーリー館の現在の場所への移転が決定された。植物学教授のヤコブ・ゲオルグ・アガードが温室の建設などの新しい植物園の計画の責任者となった。1913年には園内に建築ー防ンの設計による植物学博物館が建設された。植物学博物館にはリンヌを教えた。 博物学者のキリアンストベイウスの収集品や、アガードやアンデシュやハンデチウス、エリクアカリウスらの集めた標本が収められている。葬類の標本のは10万点を超え、世界最大の階層のコレクションの一つとなっている。ありがとうございます。